それでは今回はホームページの設計方法というテーマで解説を進めていきます。まずはこの動画を視聴するメリットがですね。まず一つ目、現代に最適化したサイト、ホームページの運営方法が分かります。二つ目、サイト、ホームページを通して見込み客に信頼感を与えられる。で、三つ目、その信頼感を与えられるコンテンツの作成方法、具体的な操作というのが分かります。 というのがこの動画を視聴するメリットですねで。この動画で使うツール、WordPress を使います。今ではこのサイトホームページといえば WordPress なので、このツールというかシステムを使います。で具体的なところですと、この固定ページの編集方法がわかりますで。次にメディアの操作っていうものがわかります。 で、この動画の概要をお伝えしますと、まず最初に、ブログとサイトの違いとはと、内容ですね。これを解説します。まあ、すごく初歩的なところですね。結構ですね、このブログとサイトの明確な違いっていうのが、えー、分かってない方が多いですので、改めて解説を進めていきます。でサイト設計の必要性で。実際にワードプレスで、えー、サイト設計のやり方を 教えますで最後にまとめという順番で解説を進めていきます。では、このブログとサイトの違いとはの解説に入る前に、実際にどういうコンテンツを作成していくのかというものをお見せしていきたいと思います。はい、えー、こちらが実際にこの辺が運営している、えー、サイトのトップページになりますで。今回作ってもらうようなコンテンツは、えー、こちらに配置してあります まあ、例えば、この部屋とは、みたいなページですとか、選ばれる理由とか、お客様の声、ギャラリーですね。こういったページになります。まあ、オンラインスクールとか、書籍一覧とかは、まあ、提供している内容によって異なってきますので、これはあくまで僕たちがやっているものになります。でこういったページというのは、はいまあ、このように、まあ、ページで言うと固定ページを使ってですね、 作ってるわけなんですが、例えばオンラインスクールの場合、宇集客は最低限で十分という、まあ、理念的なものをですね、記載しているわけですね。で、こういうのを、まあ、ストーリー帳でですね、書いていって、まあ、最後に、一番最後の方に、説明会という、まあ、動線になっているわけですね。 ここは提供しているものによってですね、こういうページを作るか作らないかっていうのはお任せし,しますが、例えばこれは必須ですね。この部屋とは。ここに会社名が入ると。どういう理念のもと活動しているのかっていうものを記載してあるわけですね。場合によっては、先ほどのオンラインスクールの方の説明会に案内するというものですね。次に選ばれる理由。 まあ、この辺はや評判と検索している方がいるようなので,で少しでも参考になればと思い実際のお客さんがどう評価しているのかっていう、まあ、インタビューのページですねで、これは書籍一覧これもですねあの提供しているものによってですねまた違ってくるので、まあ、さんあくまで参考までにお見せします これが一つ一つ無料版となっているわけですね。で、ギャラリーです。ギャラリーの方では、実際にセミナーワークショップの様子ですね。まあ、お客さんと触れ合っている様子を写真に収めてですね、配置しているというわけですね。まあ、こうすると雰囲気がかなりわ、えー、かりやすくなります。まあ、画像があるとかなりですね、お客さんに信頼感を 得ら何しろこう雰囲気が一発で伝わりますからなので、まあ、画像があったらですねお客さんと交流している様子があったらしてく時に配置していきましょうあとはこう雰囲気が分かるような画像ですね、えー、ち,みちなみにお客様の声が出てなかったんですがこれは選ばれる理由とほとんど一緒ですねお客様の実際に頂い,いた声っていうものを記載しています こういう手書きのものですね。えー、こちらはですねあの、ビデオに収めたものですね。動画に収めたものを書き起こしたものですね。はい。まあ、こちらはズームの様子ですね。はい。そういった感じでですね、えー。例えばこういうブログ記事みたいなコンテンツとはまた別のものですね。 別枠と捉えていただいて、こういう、まあ、一番分かりやすいのが、この「この部屋とは」というページだと思うんですけど、そういう活動のもと、私たちは活動をしています。でそれに宿ってですね、お客さんはこう評価しています。雰囲気はこんな感じです。そういったページをですね、作成するっていうのが今回の内容になります。 はいで。私たちの実際のページを見たところで、まず基本的なところから解説を進めていきます。ブログとサイトの違いですね。はい。ブログというのはですね、頻繁に更新するものですね。まあ、例えばブログ記事。記事を更新することによってですね、頻繁に更新することによって、まあ、検索、 結果からですね。Google の検索結果よりアクセスを見込むというものがブログになります。逆に、サイトというのは、そこまで頻繁に更新しないもの。例えば、会社概要ですね。そういったページのことを指します。主に会社の情報しか載せてないような、まあ 従来のホームページのようなものと思ってください。主にサイトの方ではページの回遊性を見込むというものになります。まあ、会社名を検索してもらってですね、ページにたどり着いて、その中でページをですね、いくつかのページをまたがって移動して回遊してもらうということを見込むというわけですね。 どちらか一方を特化させるのは難易度がかなり高いです。例えばですけど、コンテンツマーケティング。これができれば苦労しないわけですね。しかし、良質なブログ記事というのをコンスタントに更新するのは難しいです。まめに文章を書ける人ばかりではないからですね。 まあ本業があったりして難しい、時間的に難しいという場合もあります。まあ、そもそも文章自体が苦手な人もいます。あとは、モチベーションの程度が難しいと感じる人もいます。まあ、良質なブログ記事を書くっていうやることはすごくシンプルなんですけど、誰でも実践できることではないです。まあ、なので、ブログだけで稼いでる。 っていう人が極端にです、ねえー、少ないっていうのはこういう理由からですねコンスタントにブログ記事を更新するっていうやり方はシンプルなんですけど、まあ、それゆえに誰でもできるわけではないというわけですね逆にブログ記事が更新されてないサイトだと どうなるのでしょうかというところで、えー、会社名、サイト名などのピンポイントで検索してくるユーザーはまれです。まあ、業界とか SNS からの影響力がない限り、えー、なかなかですね、自分が思っている以上にこういうことってまれなわけですね。で、ブログ記事が更新されていないサイトだと、 自身の専門性が伝わりづらいです。ほにゃららの専門家と名乗っていても判断材料がないと信頼できません。まあ、ほにゃらというのは自分の業種ですね、まあ。ブログ記事を通してですね、自身の専門性などを、えー、伝えていくというわけですね。あとはブログ、これが更新されてないようなサイトだと極端にアクセスが集まりづらいです。 競合メディアのようなアクセスっていうのは必要ないんですが、逆に少なすぎるのも問題です。はい。で、サイト黎明期のようにトップページだけ力を入れていればいいという時代ではないです。なので皆さん、ブログも少なからず実践しているというわけですね。なので、まあ、ここから何を言いたいのかと言いますと、ブログとサイト、これを組み合わせて、 運営しましょうというわけですね、はい、では、えー、次の解説に進みます、えー、サイト設計の重要性必要性ですねで、えー、まず一つ目ですね、えー、終局動線からのサイト設計の位置づけですね、はいえー、アクセスを見込み客化しましょうそのために、まあ、CTA 設定が必ず必要ですね この CTA がないと、ただ訪問されただけで、次、いつ、サイトの方に訪問するのか、アクセスしてくるのかっていうのは確定できないので、必ずですね、見込み企画化するために CTA を設置しましょう。この CTA というのは、コールトゥーアクションの役でして、例えば、こういう無料の PDF とか e ブックドア講座っていうものに登録してもらうということですね。 登録してもらうことによって、自分の方でアドレスをもらうっていう人通りの仕組みのことを、まあ、CTA と言います。まあ、少しざっくりとした解説ですが、そういうことですね。で、見込み客の育成。えー、これは無料派の内容ですとか、ステップメール、メルマガ、SNS になります。え、それで、えー、その、ユーザーのですね、 知識を増やしてていって商品の必要性に気づいてもらうとかあとは価値提供したりとかそういうフェーズになりますねそういう見込み客化する育成するからのサイト設計の位置づけですねここは CTA で見込み客になっても信頼性がないと商品サービスっていうのは売れません 例えばここでですね、CTA で登録したとしても買ってもらえるかというと必ずしもそうではないわけです。まあ、例えばそのフロントエンド商品の案内が来たときにこうなるからですね、まあ、本当にこの会社、もしくはこの個人の方にお金を払って商品サービスを購入すべきかと疑うわけですね。 少ない金額だとしても、このように少し考えると思います。まあ、バックエンドなんでまさにこの状態ですよね。そもそも過去にどういったお客さんが利用しているのかも気になるというわけですね。でそこでサイトホームページにアクセスしていきます。 で当然ですね、SNS も見られるので、まあ、少なからず機能している状態であることが望ましいわけですね。はい。で、サイトホームページにアクセスしてきたら、お客様の声とか、そのお客さんから選ばれる理由などを確認して安心するわけですね。まあ、ちゃんと活動しているところなんだとか、ね、お客さんの顔写真を見て、 本当に実在するお客さんが利用してですね、こういうまあポジティブな反応をしてるんだとか、まあ、そういうのを見て安心するわけですね。で、なんか疑問が思い浮かんだりとか、質問が思い浮かんでいても大半の人は、お問い合わせをしないからですね、必要な情報を配置しましょう。お問い合わせっていうのは結構ですね、ハードルが高いわけです。しかも、そこまで興味がない人に対して、 わざわざお問い合わせをしようと思いません。まあ、なぜかというと、文字を打ち込まなければいけないからですね。質問文も考えなきゃいけない、まあ。なので、大半の人はお問い合わせをしてこないです。であとは、サイト、ホームページは信頼性の担保となります。 その結果ですね、お客さんを取りこぼさないという状態になります。なので、このサイト設計ですね、結構ないがしろにされがちなんですが、結構重要です。一連の Web 集客動線からですね、気になったお客さんがですね、このサイトに訪れるっていうことは結構あるからですね。 でえ、他のメディアで足りない要素を補うというところを解説します。例えばですね、お客さんと交流している写真とか動画ですね。まあ、こういうものはあのブログの記事として作成することはあまりないですし、まあ、インタビュー記事とかありますけど、大、まあ、々的にはこう拡散させないような内容だと思います。 サイトにこうひっそりと置いてあるようなものなので次にまあ直筆の商品サービスへの感想ですねこういうものもホームページにこう配置しておくような内容だと思います自身のプロフィールですねはいこういうものもですねサイトに配置しておくような内容ですねこういう要素は他の SNS とかですね え、ブログとか、あとは、まあ、YouTube 動画。そういったメディアでは足りないような要素ですので、それを補うようなものをぜひ配置していきましょう。で、その目的を果たすそうなコンテンツを自分で考えてみましょう。え、現段階でですね、サイトを見ていて、自分に足りないような要素ですね。これを考えてみましょう。まあ、その他、 同業とか他業種の調査もしてみましょう。これはですね、日頃ネット上にですね、定期的に確認しているようなサイトがあったらそれを調査しましょう。同業ももちろんですけど、他業種ですね。まあ、自分が治療院だから、ネット業界の人は参考にならないだろうっていうわけではなくて、結構参考になる部分もありますので、そういう他業種も確認してみましょう。 例として、治療院をやってるけど、日頃からブームマーケティングを学んでるサイトの構造をチェックです、ね。まあ、自分が定期的にそのサイトを選んで,です、ね、わざわざ時間を取って選んで学んでいるのであれば、何か光る要素があるはずです。カウンセラーをやってるけど、いつも通ってる生態のホームページの構成ですね。参考になりそうなのでチェックするとかですね。実際にそのサービスを受けているのであれば、何か信頼につながった様子があるはず。 という視点で日頃サイトを確認してみましょう。結構ですね、この生態のホームページというのは、えー、よくできているところ結構ありますので、それも確認してみるといいと思います。まあ、ウェブマーケティングを学んでいるようなサイトも同じですね。はい、でサンプルとしてこういうものがあります。 はい。まあ、先ほどのページですね。まあ、この部屋とは、選ばれる理由、お客様の声、ギャラリー、まあ、会社外業ですね。こういうものになります。で、復習がてらもう一度見てみたいと思うんですが、この部屋とは、ま、理念が載っているようなページですね。こういうところはですね、ま、太り調であると、 わかりやすい。あと、感情的に伝わるかなというところですね。選ばれる理由ですね。ギャラリー。これも写真を通してですね、えー、信頼感が伝わりますよね。であとはですね、まあ、動画。動画もあります。実際の声ですね。えー、次に会社概要とかも。 配置してておいいください、まあ、このように表ですね、まあ、テーブルというんですけど、表を作ってですね、まあ、会社名とか、そういったものを、必要な情報を明記しておいてくださいというものですね。はいまあ、これは私たちのあくまで参考例になります。 というのがサイト設計の必要性になります。はい。では次の解説に進めていきます。実際にワードプレスにてサイト設計を作成していきたいと思います。各ページというのは固定ページで作成します。固定ページの役割的に今回ご紹介したようなコンテンツが当てはまるからですね。 固定の情報、更新頻度の低い情報をこの固定ページで作成するというものになります。で反対に投稿ページというのは主にあのブログ記事の方ですね。で使用する形になります。なので、はっきりとこう役割っていうものを理解してください。まあ、これ、ワードプレスを使う上で超基本的なところです。で、構成自体はシンプルで大丈夫です。 見出しと本文ですね。主に見出し2を使って、その上で本文、テキストを書く。あとはお客さんとの交流した画像とかですね。そういうものを配置していきますで。場合によっては動画ですね。インタビュー動画があれば積極的に使っていきましょう。はい、というのが固定ページの役割と、あと使う操作ですね。 要素ですね、使う要素になりますまずは概要だけ解説していきますのでその説明が終わったら実際の操作をお見せしていきたいと思いますで最初にですねホにゃラら,らとはページの作成方法ですねこのホらら、ラるまるに入るのは、まあ、会社名ですねもしくは個人でやってる方は、まあ 自分の、まあ、紹介とか、まあ、あとは、まあ、サイトのなんか紹介とか、まあ、そういったものを書いていきます。で解説を進めていきますと、で法人の方はですね、まあ、こういう遠隔理念、まあ、自身、商売に対する思いですね。これ思いが2つになっています。1個消します。こういう思いを伝えてください。 まあこういう理念とか、まあその、なんでこの商売始めたかっていうのは皆さん必ずしもあると思いますので、それを書くという、まあそういう簡単な作業になりますね。はい。まあ個人の場合も同様ですね。同じ、えー、まあ理念とか思いを伝えると。あとはこういうプロフィールですね。があるとより伝わるかなっていうところで、プロフィールでは、 これだ、これまでの生い立ちっていうものを、ずらずらと変えていくっていうものですね。まあそうすると、なんかこう、会ったことはないけど、親近感を覚えたりとか、そういう要素になります。まあ例えば、幼少期はこんな子供だったとか、まあ学生時代はこんなことに熱中していたっていうものですね。まあ部活とか、まあそういうものですね。社会人になってからの経験談ですね。補足として、えー、ネガティブな、 ことほどネタになります。で、共感されます。まあ、ニアティブな状態から今いい状態になりましたよとかっていう、まあ、王道のパターンあると思うんですけど、まあ、そういう、ものの方がですね、共感されやすいというものですね。あとはこれまでの経歴なのんですね。まあ、名門、〇〇大学に通っていたとか、有名な〇〇企業に勤めていたなどですね。で、平凡な会社に勤めていたとしても、 逆にそれが共感の要素になったりします。こっちが、あの、結構、づけになって、こっちが、共感を生むっていう要素になります、ね、なので、どっちでもいけますよっていうことですね。では、このページの作成方法ですね。操作を見ていきましょう。はい。では、実際の画面で解説を進めていきます。まず、ワードプレスの方にログインをしていただいてですね、この、今回使うのは、この固定ページの方を 使っていきます。で、新規追加をクリックしてください。はい、では、次にこちらのタイトルを入力していきます。まあ、タイトルはですね。例えば。まあ、会社名とか個人名とは。というふうに入力してください。 次にパーマリンクですね。こちら必ず変更してください。編集ボタンをクリックして、半角のアルファベットか数字にしてください。一般的なのがこのアバウトですね。もしくは、アバウトカンパニーとか、そういったものにしてください。ここは特に正解不正解が ないので,です、ねまあ、よくわからないという方はこのアバウトにしてくださいでは編集方法に入っていきたいと思います、まあ、テキストとビジュアルがあるので必ずビジュアルにしてください、えー、ちなみにこの画面と違う編集画面の場合はですねプラグインを入れてください ですね、このクラシックエディターというものですね。これを導入してください。とても簡単ですね、導入方法は。この新規追加をクリックすると、このように中央に出てきますので、これを、まあ、今すぐインストールですね。次に、入国というボタンに変わりますので、まあ、こういうボタンですね。そちらをクリックしてください。まあ、それだけで簡単に同じ画面にできます。というものですね。 で、編集を始めていきます。といっても先ほど解説した通り、とてもシンプルなので、初心者の方でも簡単に編集することができます。えー、例えば、見出しです。見出しの入れ方は、はい、見出しの文言をこのように選択していただいて、この段落というものがありますので、こちらをクリックですね。 次に見出し2ですね。これで見出しを作ります。で、ここに内容です、ね。さらに、この見出しに対してですね、もっと詳細に書いていくという場合はですね、まあ、見出し3というものもあります。これは見出し3ですね。これは見出し2で見出し3ですね。これはブログでも同じなんですが、必ずこの見出し2から使うようにしてください。 見出し1というのはこのタイトルの方で使われているので,で原則見出し1っていうのは1つのページに1個ですねっていうのが決められているので2から使ってください見出し2からですね、はい、で見出しもですねあのその内容に応じてまあ適度に配置していただくと思います 基本的にはあのブログ記事ではないので、そこまで頻繁にですね、まあ、連続で言える必要もないかなとは思うんですが、もし長文になってしまって読みづらいっていうふうに感じたら、なるべく見出しは入れといてください。では内容ですね。書いていきたいと思います。 はいで。少し簡単ではありますけど、落ち込んでみました。は、ま、じ、あ、めはこのようにブレスト的にですね、まあ、過剰書きでもいいので、こういうことを書いてみようかなっていうものを出してみてください。はじ、ね、めからがっつり書くっていうのは、まあ、人によってはハードルが高いので、まあ、このようにですね、えー、簡単にハードルを低く始めてみてください。はい、でですね、この作業も 最後までお見せするとかなり時間がかかってしまいますので、まあ、ポイントだけですね。まあ、例えば、ここで、まあ、商品サービスの話に入るので、まあ、商品サービス一覧とか、まあ、提供しているものですね。提供している商品サービス。ここで見出しを活用するとかですね。はい、でこちらの ページに関してはブログ記事ほどですね、厳密にこうした方がいいですよっていうノウハウはそこまでないのでですね、まあ、自由に書いてみてください。ただ、モデルがあるといいですね。他の競合のサイトとかのモデルを探してですね、それを参考に書いてみると、この作業はかどるかなと思います。操作として覚えてほしいのがこの見出し2の操作ですね。 次に画像を配置するというやり方をご紹介します。例えばこういうところですね。画像を配置したい場合はこのメディアを追加ですね。で、ファイルをアップロード。このファイルを選択をクリックすると自分のパソコン内の画面が出てきますので、それで画像を選択してください。はい。であとはこのように選択して、 固定ページに挿入ですね。中央揃えとかですね、はい。画像を配置することによって雰囲気がより伝わります。はいまあ、どうしても文字だけだと殺風景になってしまうので、まあ、できたらです、ね、このようにまあ撮影してもらったものですね。カメラで撮影したものの方が画像素材サイトよりは雰囲気が伝わるというものですね。 あとは動画ですね。動画もあると良くて、まあ、例えばこういう、まあ、これは操作動画なんですけど、えー、なんか自己紹介動画とかですね、あとなんかこうイメージ動画だとしてですね、解説を進めていきますが、まあ、このように共有というのがあります。YouTube の方なんで解説しますが、えー、共有というところをクリックするとですね、 埋め込む、コピー。でこれ、埋め込みコードをコピーすることができます。はい、でそうしましたら、えー、こちらのページに移動していただいてですね、えー、必ずテキストにしてください。テキストにしたら、こちらに貼り付けます。このように配置することができますね、動画を。まあ、画像、もしくは動画ですね。 まあ動画の方がより伝わりますけど、画像だったとしても、撮影したものであれば十分伝わりますので、それでやってみてください。はいまあ、他にもですね、例えば、ここにいないので、ちょっとプラグインを入れたいと思うんですが、よくあるテーブルの要素ですね、表みたいなものを見たことあるかなと思うんですが、 これを言いたいと思います。この TinyMC Advanced っていうプラグインですね。これを入れることによってですね、その表、まあテーブルと言うんですけど、それを入れることができます。はい。まあこの状態で一旦ですね、まあ下書きして、はい。するとこのようにテーブルの要素が出てきます。よく会社概要とかで見かけるんですが、こういうテーブルの要素ですね。 会社名とかですね。まあ、この部屋みたいなものですね。はいまあ、これは、このほにゃらとはのページとはまた別の会社概要のページで使うというものですね。はい、これはまあ下書きとして保存しておいてですね。まあ、デモサイクなので公開してしまいます。はい、まあ新規追加していただいて、まあ、会社概要。 アウトカンパニーとかですね。で、テーブルで会社名とかですね。もはやあとは、住所とかですね。住所、記載。あとは、そうですね。まあ 資金とか創立とか主な提供先とかですね、提供先とか、まあ、そういったものを入力してください。はいまあ、内容に応じてですね、この表をですね、増やすことができますので、それでテーブルを使ってですね、こういう会社概要というものを作成することができます。 まあ,あとは、プロフィールですね。プロフィールに関しても同じような操作です。はい、あとは、このパーマリンクですね。ここもきちんと半額にします。えー、次に、これもまあビジュアルにしていただいてですね、どんどん内容を書いていくっていう作業になります。まあ、これは個人でやられている方ですね。 まあ会社だとしても、こういうプロフィールのページあると、人となりが分かりますよね。では、実際に記入をしていきたいと思います。はい。まあ、簡単にですけど、入力してみました。このページは、詳細プロフィールです。 っていうもので、例えばこういう幼少期、学生、社会人、現在の活動ですね。ごとに分けると書きやすいかなと思います。で、段落ですけど、見出しにですね、これは。ここに内容。段落、見出しに内容。これをどんどん繰り返していくって言いますね。操作的にはとても簡単です。 で、内容ですね。まあ、ここもですね、なんか写真があるといいですね。まあ、例えば、顔写真。こういうものですね。こういうものがあると、より伝わりますねっていうものですね。まあ、あと、この要素ごとになんか写真があると、より伝わりますねっていうものですね。これも じゃしでは、これで一問のやり方は覚えたかなと思います。おさらいしますとですね、先ほどの、これですね。このページでは、なんかこう提供しているものとか、あとは、その授業に対する思いとか、まあ、過去の対、 体験とか、まあそういったものを書いていただくっていうもんですね。まあ、この動画に関してはですね、まあ、特に、ちょっと関係ないんで、一旦消しますが、やり方だけ覚えてください。YouTube から埋め込みコードを取得して配置、はい、するというもんですね。あとはこういうサイドバーですね。これはまあワードプレスのテーマのレイアウトによるんですけど、固定ページの場合はですね、まあ、このテーマ、エマの、 というテーマなんですけど、エマノの,の場合は、このサイドバーなしですね。これ変更することができます。はい、おそらくこの右側の要素、ページ属性のところに、こういうテンプレートですね、というものがありますので、この項目自体はそのテーマによって違います。ただ、このサイドバーなしとか、あとはワンカラムとか、そういう項目を探していただいて、 選択。で、また更新。すると、サイドバーがなくなります。はいまあ、こういうページの場合は、サイドバーがない方がいいですね。というのをやってみてください。他のページも同様ですね。例えば、プロフィールですね。先ほど書いた。こういうのも、サイドバーがあると、まあ、そっちに目がいってしまうので、なるべくコンテンツに集中してほしいので、サイドバーはなしですね。 というものです。まあ、操作自体はすごくシンプルで、あとはこういう画像とか文章っていう素材があれば、すぐにでも作成できますので、ぜひやってみてください。で、こういうページはですね、あの、モデルがあるとはかどりますので、必ず同業もしくは他業種でもいいので、モデルを探してみてください。はい。では次の作成に進めていきたいと思います。次は選ばれる理由のページ作成方法ですね。 これはです、ね、例えばですけどこの中のいずれかの要素をです、ね、自分でこう考えて選んでいただいて作ってくださいというものなので、まあ、全部の要素を一度に配置するというわけではなくてこの中の1つの要素を選んでやってみてくださいもちろん全部やっていただいても結構ですが、まあ、最初それだとハードルが高いので、はいまあ、とりあえず1つ参考にしてください まず一つ目がメリットですね。これは商品やサービスを使用することで得られる結果です。例えば数字を入れて記載するとより伝わります。例えば選ばれる7つの理由とかですね。というのがメリットですね。次に安心。これはお客様の声ですね。え過去にこんな状態悪い状態から現状いい状態になれたという声を記載してください。まあネガティブな状態からポジティブになったというものですね。 あとはサポート体制ですね。これも、あらかじめですねあの、記載しておくことによって安心できる要素になりますので、えー、現在のサポート内容を、つらつらと書いてみてください。で次、信頼ですね。まあ、これまでの実績とか、持っている資格ですね。あとはメディアの記載。テレビに出演しましたとか、雑誌に記載されましたとか、そういうものですね。あとは著名人の推薦の声ですね。 業界内での活動内容。こういったものがまあ信頼になりますね、はい。ぜひこういう信頼の要素、もしあったらですね、記載してみてくださいで。次、事例ですね。過去のお客さんから直に聞いた方が伝わりやすいというもので、えー、お客さんの方から直に聞いてですね、事例関連のものを整理して記載してみてください。というのうですね。これも固定ページの方で作成ができます。 簡単にですね、けど、作成方法、実際に見てみましょう。はい。では、実際の画面を見ていきましょう。再びですね、この固定ページ、新規追加をクリックします。ここに選ばれる理由ですね。また、お客様の声でも大丈夫です。選ばれる理由、もしくは、お客様の声ですね。いずれかで作成してください。 次にパーマニンクですね。パーマニンクは、はい、このように英語で、カスタマーズボイスと半角で入力してください。で、次ですね。内容については先ほどと同じようにビジュアルにしていただいてですね、まあ、見出しとか画像を組み合わせて、あとはテキストですね。文章を打ち込んで入力するというものです。まずはお客様の これ選ばれる理由を記載するのであれば、はいまあ、理由をですね、まあ、過剰書きで書きましょう、えー、例えばこれで,ですね過剰書きの要素ありますのでこれをクリックしてですねどんどん、えー、記載するっていうものですね どういった理由になりますか簡単に入力してしまいますが、まういった声が多いです。あとはメディアの記載とかですね。その前にお客様の声を、直の声を入力していきます。もう段落から見出しにですね。 これになりますと、ここにですね、なんかこう、例えば、顔写真付きで声を載せるとかですね、あとは、振り返りシートですね、セミナーやワークショップでいただいた振り返りシート、もしくは手書きで送ってもらった、なんか手紙のようなものですね、そういうものをですね、コピー機がオフィスにあればですね、それを からですね、画像化することができますので、まあ、JPEGPING にしていただいてこのメディアにアップして配置してください、まあ、手書きのものですねあとはその、まあ、ここに,ここに、えー、手書きの文章を配置あとはまあテキストでも配置というものですね あとはですね、見出しをうまく活用するのであれば、えっ、ー、とですね、まあ山田さんからとか、からの声とかです、ね、見出しさんを使って、はい、するって言いますね。からはいらないですね。はい。で、ここにその人のですね、 まあ手書きの文章とか、まあ、顔写真なんかを配置してテキストで文章を入力すると。実際の声を配置ですね。これ実際の声をテキストで配置と。はい。で、次にメディアの記載ですね。これも、まあ、も,もしそういうのがあったらですね、えー。記載した雑誌のですね、なんかこう、まあ写真に収めたものがあったら、ここに 画像配置ですね。その。もしくは、あの、その表紙の画像ですね。例えば。まあ、これがその雑誌。に。雑誌の表紙だとして。ええ、ほにゃららにですね。記載されましたとかですね。 テレビであれば、えー、テレビに、えー、取材されましたとかそういった文章を入力してください。あとはその、まあ、動画ですね。動画があったらその動画を先ほどの YouTube の埋め込みリンクですね。はい、共有埋め込むコピーここからコードを取得してですね、配、は、信、い、することもできます。 というように、これもシンプルにですね、素材があればすぐにでも作成できますので、ぜひやってみてください。これも公開しておいてください。で、こちらの漢字ですが、間違ってましたね。こちらの記載にしてください。まあ、以上がお客様の声、もしくは選ばれる理由の作成、編集方法になります。はい。では、えー、次に進めていきたいと思います。まあ、この選ばれる理由についても、なんかモデルを探してですね、 それを参考に作成してみてください。では次ですね。ギャラリーページの作成方法ですね。これはお客さんとの様子の写真を載せるようにしましょう。例えばワークショップとかセミナーワークショップですね。セルス中の様子とかカウンセリング中の様子とか、なんかミーティング、打ち合わせ中の様子とかですね。これはメディアからギャラリー形式で配置することもできます。 では実際に見ていきましょう。はい。ではギャラリーページの実際の作成方法を確認していきましょう。もう一度お見せしますが、こういった画像を並べていくページになります。なので画像素材を用意しておいてください。ではですね、まずは固定ページですね。これも固定ページで作成をしていきます。新規追加をクリック。ギャラリーですね。 と入力します。パワーリンクはですね、まあ、フォト、まあ、写真とか、まあ、ギャラリーでもいいんですけど、半角で入力してください。で、次ですね、えー、これに関しては画像素材をどんどん並べていくっていう作業になりますので、まあ、その操作方法を確認していきたいと思いますで。まずはこのメディアを追加ですね、ファイルをアップロード、ファイルを選択。 画像ですね。はいまあ、このように画像素材を用意しておいてですね。これを全部選択、開く。で、時間がちょっとかかりますけど、しばらくお待ちください。で、アップロードが終わりましたらですね、このギャラリーを作成ですね。で、まあ、チェックがついているので、ギャラリーを作成をクリックします。で、ギャラリーを挿入ですね。 こういった感じになりますが、ちょっとレイアウトが変えてみたいと思いますので、えー、と先ほどと同じように選択をしてですね、ギャラリーを作成ですね。で、設定したい画像をこのようにクリックしていきます。 でこちのギャリーを作成です、ねえー、カラムの指定ですね。で画像が、まあ、サムネイルサイズになっているので、えー、中に、中ラインにしてですね、4カラム、まあ、3カラムで、はい、でこれでちょっと画像を変えてみたので、先ほど違うレイアウトになると思うので、一旦ですね、表示を確認してみます。はいまあ、こういった、えー、形になりますね。 もしくはこちらから変えるので4カラムにしてみます。これいいですね。このように画像素材を並べていただくという簡単なページですね。なのでこれも素材さえあればすぐにできてしまいますね。日頃からですね、ワークショップとかセミナー中にですね、こう撮っていただいて、撮影手段は全然スマホで手軽に撮ってください。 でまあ、これもごあの公開ですね。はい。まあ、すごく簡単だったかなと思います。操作は、このメディアを追加からギャラリーを作成ですね。これで複数画像を選択して配置してください。まあ、以上がギャラリーページの作成方法になります。はい。では、やり方さえ覚えてしまえば、このギャラリーページ、簡単だったかなと思います。で、次ですね。FAQ ページの作成方法。 これもすごく簡単にできます。非公用から頻繁にお問い合わせがある内容をピックアップして記載ですね。何度もこのお問い合わせ返信しているなと思ったらその内容をページの方に記載するっていう非常にこれもシンプルなページです。はい、では実際にこれも作成方法を見ていきましょう。はい。では再び WordPress の画面に移動してですね。これも固定ページ作成をしていきます。 でちなみに、ワ、えードプレスのテーマによっては FAQ のページを作成できるようなものがありますので、それで、えー、機能があったら作成してみてください。ただ、テーマ依存になってしまうので、今回は固定ページの方で作成方法を解説していきます。はい、では、新規追加をクリックします。これはですね、FAQ と入力してください。 はい、この場合はバーマリンクが半角になっているので変更する必要がないですねでまたビジュアルにしていただいて質問内容ですね回答としますで質問内容は見出しにしましょうで回答はそのまま内容をつらつらと書いていくという作業になります これでパターン化した内容ですね。こロを入力してください。例えばですけど、えー、まあ例えば、メールが届いてないです。こういう質問が来たとしてですね。まあ、よくあるのが、 例えばこういうものですね。ちょっと簡単に入力したんですが、迷惑メールボックスをご確認ください。そちらにも取れてない場合はメールアドレスの間違いがなどが考えられます。また、ホルダー設定をしてほしいので以下の記事を参考にお願いします。といって記事に飛ばすといった回答例ですね。こういった内容ですね。よくあるパターン化したものっていうものはページに記載しておいてですね。この まあ質問があったら、このページの URL を案内するっていう対応ができるので、まあ、効率化されますっていうものですね。他にも、なんか商品サービスについてのお問い合わせとか、そういうものをこちらに記載しておいてください。そういうものですね。えー、まあサービス内容、ここにあると分かっていますけど、えー、私にも当てはまりますか に対してなんか回答するとか、そういうのが考えられます。えー、まあ、これも言ったんですね、まあ、デモサイトなので公開してしまいます。はい、という,うに、シンプルですね。これは見出し、内容、見出し、内容で作成できます。これは顧客対応の効率化にもなりますので、やってみてください。はい。では、次ですね。えー、その他、まあ、業種にもよるんですが、えー、アクセスページの作成方法っていうものを解説します。 これは実店舗型のものでしたりとか、オフィスの住所ですね。それを記載します。他にも Google マップの埋め込みなどがあるとより伝わりますねっていうものですね。これも作成方法を見ていきましょう。はい。では、ワードプレスの画面を実際に見ていきましょう。再びですね、この固定ページの方から新規追加ですね。 次にタイトルアクセスと入力してくださいパーマリンクですねこれもカタカナになってしまっているので半角にしてください次にまたビジュアルですねにしていただいて、まあ、住所を記載するわけなんですが、まあ、先ほどの会社概要のところで入力したので先ほどの ですねまあ、固定ページで作ったと思います。まあ、こちらの方にも一応記載したと思うんで、そうですねまあ、よくある会社までの駅、最寄りの駅からの会社の行き方みたいなものを入力していくっていう風になりますね。画像とかも使ってですね、まあ、会社と出てからその道ですね、をどんどん写真に収めていって案内するっていう形式。 結構見かけます生態、まあの方ですとか、まあ、実店舗型のラーメン屋さんとかですね、えー、そういうのが分かりやすいかなと思います。なので、道をですね、えー、示してあげるんです、ね、まあ、ここは駅から、えー、模様の駅から、道を教えてあげると。 画像などを使ってですね。画像でですね、適度にこう矢印とかを使って編集をしてあげるとさらに分かりやすくなるので、そういった工夫もあるとお客さんのためになりますね。はい、あとは住所などを記載ですね。住所を再び記載。で他にも Google マップですね。 Google マップを配置するというやり方もあります。この共有のところをクリックしてですね、地図を埋め込む。HTML をコピー。でこれでまあテキストにしていただいて、貼り付けですね。保存。こういう Google マップを使うというやり方もあります。はい、ちなみにこれ忘れてましたが、サイドバーなしですね。 他のものもですね f a 金これもサイドバーなし更新これもサイドバーなしですね、はい、必ずこのワンカラム型のものがあったらそれにしてください、えー、ギャラリーも同様ですねこれもサイドバーなしで更新、はい、でこれもですねあのその 住所が分かるような情報を配置したら公開してください。はいまあ、場合によっては、要素ごとに見出しをつけると見,出すあの見やすくなります。はいまあ、これも簡単にできると思うので、実際にやってみてください。はいはい、では、アクセスページについては以上になります。で最後に、すべてのページに c t があるのが理想的。これは無料オファーでアクセスを見込み結果するためですね。 すで、まあ、に見込み客化しているいてもですねあの、違うテーマで興味がある無料派に登録する可能性があるので、必ず配置しておきましょう。あとは複数ですね、提案別で作成しましょう。えー、例えば、説明会ウェブセミナーとか、提案別の無料派というものがあります。はい、これがオンラインスクールですね。まあ、説明会ウェブセミナーのものになります。 これでですね、えーまあ、ウェブ上でですね、ウェブセミナーということで説明会ですね。これを動画を通してやるというわけですね。はい。というものになります。えー、他にもこの無料派ですね。テーマ別で用意していただければと思うんですが、はい、こういうものですね。複数あると、そこからですね、違うテーマに興味があるユーザーが 登録するすると、まあ、点滅ですねあの。この見込み客はこの、例えば HTML メルマガに興味があるんだっていうことで、えー、その興味がある別に違うオファーを案内するっていうこともできます。そのために、まあ、複数作成しておいてください、はいまあ。こういったページをですね、各ページに、ね、CTA として配置しましょう。まあ、例えば、 この部屋とはのページに、はい、このように説明会に参加してみるというボタンを配置して、そこからオンラインスクールの説明会、ウェブセミナーを案内しています。はい、このように CT を配置しておくとですね、えーまあ、このページを見たお客さんがですね、こちらに移動してですね、そこから最後のホームでアドレスを入力するので見込み客化することができます。 まあこれに関してはボタンの要素にリンクを配置するというシンプルな作りになっています。あとはテキストにリンクを配置するというやり方でも全然いいと思います。はい、なので CT を配置しましょうというものですね、はい。では最後にですね、この作成した固定ページをメニューに配置していきたいと思います。この外観からメニュー、こちらをクリックしてください。 でこちらからどんどんメニューバーに配置をしていきたいと思います。えー、まずは、会社名とこちらをチェック入れて配置します、えー。次に、まあ、そうですね。お客様の声を配置します。あとは、そうですね。ギャラリーを配置します。 次 FAQ ですね。はいまあ、今回作成はしなかったんですが、あとはお問い合わせフォームですね。それを配置するようにしてください。あと、プロフィールですね。これも個人でやっている方はです、ね、配置してください。ちなみにこのように副項目にするとです、ね、この回層上にすることができます。 作成したら必ずこのメニューバーに配置するようにしてください。あとはフッターですね。フッターにも配置することができます。これは設定項目はですね、テーマによるんですが、このエマノンフリーのテーマの場合はですね、ビジットから配置することができます。フッターの左ですね。左間に 配置してみたいと思いますはいでこういった会社概要のような、まあ、規定とか規約が載っているようなページはフッターに配置しましょう URL を、えー、コピーしたら例えばこのテキストの要素ですねテキストの要素を配置で会社概要 リンクを配置。貼り付けですね。で、保存。リンクを。で、適用ですね。で、保存ですね。これフッターの方にも配置できたと思います。はい。会社概要ですね。まあ、会社概要も左サイドバーがあると、無格好ですね。サイドバーなしで更新。 はい。これで OK ですね。では、えー、これで一通りの、えー、ページの作成とメニューバーの配置まで、えー、完了しました、はい。必ずここまでやってくださいで。メニューバーの設定で補足なんですが、まあ、伝え忘れてたこととして、えー、必ずここにチェックを入れてください。あと保存ボタンですね。こちらを必ずクリックしてください。まあ、これで、えー、大体の場合は反映されますので、ここを注意してください。はい。で、これで一通りの 説明が終わったので、実際に WordPress にてサイト説教作,作成の項目は以上になります。基本的に固定ページを通してコンテンツを作成しました。編集自体はとても簡単だったと思います。基本的なことで操作でできたと思うんで、実際にやってみてください。最後にまとめですね。 ブログはサイトどちらかに特化させるのではなく組み合わせるようにしましょう。他のメディアでは表現しきれないコンテンツをサイトをホームページに配置するようにしましょうで。作成自体は先ほどお伝えした通り固定ページでシンプルなデザインで作成できますので、ぜひ、まあ、ワードベースの苦手な方でも十分できる範囲かなと思いますので、やってみてください。はいまあ、固定ページで作成して、それをメニューバーに配置するというところまで やってみてください。では今回の内容は以上になります。